まるまです。今日はなんですけど、今日はね、皆さんからたくさん意見があって、これやってほしいっていうものをやっていきたいと思います。それが、待機行動になります。で、今日待機行動を説明する上で、タイトルをつけました。このタイトルが待機行動の全てです。はい、それではタイトル発表していきます。タイトルは、助走を取るか、コースを取るか、1分45秒の冷戦ということでですね、これが待機行動の全てになります。サブタイトル、うにょうにょのサブタイトルよくあると思うんですけど、このサブタイトルの1分45秒のっていうところなんですけど、これはスタートするまでのカウントダウンですね。これはレース上によって1分40秒から1分50秒ぐらいのところまであるんで、まあ、これは間を取って1分45秒にさせていただきました。この大時計が回るスタートするまでのカウントダウンの1分45秒の中で、助走を取るかコースを取るかの静かなる戦い、冷戦が行われます。それが待機行動になっています。まあ、それを大前提として、そういう戦いが行われてるっていうことを大前提として、待機行動違反のことだったりとか、まあ、待機行動をする中であるコース取り、前付けがあったりとかっていうことを、今日は細かくちょっと説明していきたいと思います。まあ、それではね、早速本題の方に入っていきましょう。はい、まずですね、大前提として知っておいてほしいことがあります。ボートレースは内側が有利、なおかつ助走をつけれたら有利っていうことです。そのどっちも兼ね備えた場合、最強になります。例えば、1コースで助走距離をめちゃめちゃ取れば、勝てます。その中で、そのどっちも取らせないように作られているルールが、この待機行動のルールになってます。内側の人が助走をたくさん取らないようにすること。それがこの待機行動ですね。で、まず、枠なりで。枠なりっていうのは、1号艇がインコース、6号艇が一番大外のコース。っていうのが枠なりなんですけど、その枠なり侵入するときの待機行動について説明していきたいと思います。まず、全員ピットアウトしますね。海外の、どっか中国か韓国のボートレースでは、もうピットアウトしたらそのままこうスタートするんですけど、まあそれ結構面白そうだなと思って、僕はやってみたいなと思ったことあるんですけど、日本は違います。日本のボートレースは、ピットアウトして、ここでなんかゆっくりタラタラしてるように見えると思うんですけど、ここで待機行動が行われるんですね。これはさっき言った、この冷戦が繰り広げられてます。この中では。静かな戦い。ここで守んないといけないルールがあります。まず、ピットアウトして、この小回り防止部位を回るまでは、ちゃんとみんなスピードを持ってというか、レバーダウンせずに通過しないといけないっていうルールがあります。これを通過しないと、まあ、時計が回りませんね。ここを全員通過した時に、1分40秒から50秒のカウントダウンが始まります。で、この、回った後にルールがあるんですけど、小回り防止部位を回った後、一番内側の選手は、ここの、こう回って、ここですね。回った後、速やかに消波装置と、のこの距離感、が、未停止以内に速やかにここに来ないといけませんよっていうルールがあります。この一停止、二停止っていうのは、ボートレースの先端からケツまでが一停止です。それ二つ分。ここの距離がこの頭からケツまで2個分の間に来ないといけません。なんかこうスピード持ってこう回った後に、ちょっと行き過ぎちゃうパターンがあるんですよね。そしたら速やかにここに来ないといけない。二停止以内に来ないといけないってことですね。で、それに準じて、2コースを取る選手は4停止以内。3コースの選手は6停止以内に、これに準じて入ってこないといけません。で、ここをとことこゆっくり行くと思うんですけど、そこも消波装置と平行に進まないといけませんよっていうのがあります。ここで時間稼ぎするパターンで言うと、みんな時間稼ぎするパターンはスローにするんですよね。こう、よくこうやってボートの上にこう、寄っかかってスローにこう止めてると思うんですよ。ボートがあんま進まないようにしてるんですけど、距離を稼げば時間も稼げるじゃないですか。だからここでこう右に切ったり左に切ったり、右に切ったり左に切ったりしてたら時間は稼げるんですけど、それをさせないように、もうこっちに進み寄せたらまっすぐ進むか、もうこう左に行くしかできない。だからこう回るってことですね。右にはもう切ってはいけませんよっていうルールがあります。それなんで、もうまっすぐ行くしかありませんね。平行にまっすぐ行って、で、ここもこっちにずっと行っちゃえば、時間稼ぎとか、距離稼ぐことはできるんですけど、ここもターンマークから未停止以内に回んないといけませんよっていうルールがあります。ここの距離ですね。ここの距離が未停止以内、4停止、6停止、っていう風に決められてます。で、次こっちに進むと思うんですけど、ここでももう右には切っちゃいけないです。ずっと。こっちに進んだら、次ここの距離です。ここだけ、
3停身、6停身、9停身以内にスタート方向に整体しないといけないっていうルールがあります。こっちにずっと横に行き過ぎちゃいけませんよっていう、1コースはこの3停身以内ですっていうルールがあるんで、ここで3停身以内に向けます。ここでも一つルールがあるんですけど、この150m ターンマークのライン、 150m 見通し線っていうんですけど、この 150m 見通し線を最初に通過した選手からコースが決められてくんで、コースが決められてくというか、先に通過しないと割り込みっていう違反を取られます。1コースの選手は一番最初にこう通過しないと、例えば1コースの選手より2コースの選手が先に通過してしまったら、その後に入るこの1コースの選手は割り込みっていうことで違反を取られてしまう。待機行動違反っていうものですね。この待機行動違反っていうのは、一節間レースが行われて勝ち点っていうのを積み重ねて予選を通過するっていうことがボートレースで行われるんですけど、その予選を通過するにあたっての減点対象、待機行動違反するとマイナス7点の減点が与えられてしまいます。それなんで、この待機行動中の違反もこの一節間の予選争いとか、まあ準優優勝戦に乗るための争いに関わってくるので、ここも適当にはねできません。それなんで、1コースの人は先にこう通過する、2コースの選手は2番目に通過する、3コースの選手は3番目に通過するっていう感じでコースが決められていきます。まあこれが普通の枠なり進入の進入の仕方、待機行動になりますね。まあ一番待機行動で大事なところは、ここに未停止以内に来ないといけない。あと、もうまっすぐか左にしか切っちゃいけない。だからまっすぐ進んで左に切る。で、この左に切るときも未停止以内で向きを変えないといけませんよ。最後の左に切るとき、スタート方面に向けるときは3停止以内に向けないといけませんよっていうルールがあって、で、ここ最後 150m 見通し線を最初に通過していかないと割り込みっていう違反を取られてしまいますよっていうことが枠内進入で、平和な待機行動のオーソドックスなルールになってます。これが平和な進入ですね。で、次ちょっと平和じゃない進入、前付けがあった時のことについて説明していきたいと思います。ボートレースは、まあ、枠内進入がオーソドックスではあるんですけど、別にどのコースから入っても自由です。まあ、進入固定っていう、このコース走ってくださいって決められたレースじゃなければ、どのコースからスタートしても OK です。それなんで、よくあるのは、まあ、外側の選手。外側はやっぱり不利なので、外側の選手が内側のコースを取りたいということで、前付けに来るんですよね。まあ、1と6で表現します。言ってしまえば、先に150メートル見通し線を通過すれば、その人が1コース。まあ、内側から来て先に通過すれば、もうその人が1コースになるんで、まあ、ここをいかに早く取るかっていうのが、まあ、コースを取るための方法なんですけど、ここを早く取るためには、ここを握って先に振れば取れるわけですね。それなんで6コースの人はちょっと無理やり、ちょっと握ってきます。だけど、1コースの選手は、コース取られたくない。だから抵抗します。抵抗すると、本当はさっきみたいに、トコトコと、こう、ゆっくり進入して、2停止以内、2停止以内、3停止以内って、平和に進入したいところを、もうそんなのは言ってられないと。もうコース取られちゃう、コース取られちゃうっていうことで、抵抗し続けます。で、ここでポイントがあるのが、さっき2停止以内、2停止以内、3停止以内って言ったと思うんですけど、これは、トコトコと、ゆっくり進む時のルールであって、多少、レバーをちょっと、もう、こう、握ってる場合は、この2停止とここの二停身っていうのは適用されません。だからここの前付けとか来るときに強引に来るじゃないですか。そこに対してレバーを握って抵抗するときはこの二停身は無視していいです。だからここのどれだけ外にこう張って争ってもいいわけですね。でも握っていくんで、まだ時計は全然進んでないわけですよ。この1分40秒から50秒のカウントダウンは全然進んでないんで、まあ、握ってどこまで行ってもいいんですけど、こっちに早く来ちゃえば来ちゃうほど深くなっちゃうんですね。進入がまだ1分もあるのにこの辺に来ちゃだったら、もうどんどんスタート方向に行っちゃうんですよね。まあ、それがこの前付けに抵抗することのデメリット、前付けする選手のデメリットではあります。コースを取りたいがゆえに助走を取れなくなってしまうっていうことですね。で、この抵抗していくじゃないですか。抵抗してって、ここの2停身は握ってれば適用されませんよってことだったんですけど、コースを決定されるための3停身っていうのは適用されます。それなんで、ここは握ってってもいいんですけど、最終的に1コースを取りたいのであれば、ここは3停身以内に来ないといけません。だから、こっち側にはずっと握れませんよっていうことですね。まあ当たり前なんですけど、1コースを走るんだから、早くここに向けないと1コースは取れないわけなんで、それなんで、こっちは抵抗して、ここはでも算定しない。この辺まで抵抗して、こういう風に進入してもいいわけですね。レバーを握ってれば。で、まあ6がこの2コースまで取ろうと思って来るわけなんですけど、まあここすごい空いてますよね。ここの間というか、この人たちがこう抵抗してるんで、まあそこの
内側を2とかが入ってもいいんですかって思うと思うんですけど、これは入って大丈夫です。だから1と6がこう喧嘩してます、侵入で。その隙を狙って2号艇の選手とかはスッと別に入ってもいい。入ってもいいけど、この人たちより先に入らないといけないから、この人も握って握って握って来ないといけないですよね。だけどこのインコースの選手も内側から入られるかもしれないとはずっと自分思ってるんで、この選手が来たらこの人もビュッとすぐ入ってこれるように準備してるわけです。それなんで、ここでぐちゃぐちゃっとなって、コースは取るはいいものの、レバーを握って入ってきてるわけなんで、こんなとんでもないところからのスタートになっちゃうわけですね。それがコース争いの、まあコースは取れるけど助走が取れないっていう戦いであります。だから助走はいらないけどコースが欲しいっていう選手は前付けして深いところからスタートするし、まあそんなのに付き合わずにコースは譲るから助走を取りたいよっていう人は、ここのダッシュの方に聞いたりします。バーッと話したんで伝わってるかわかんないんですけど、これが侵入の争いになりますね。待機行動を簡単に言うと、特に外側の選手が考えていることだと思うんですけど、自分が気持ちよく侵入するというよりは、いかに内側の選手に気持ちよく侵入させないかっていうことを選手は考えていると思います。だから、4とか5とかはダッシュって言って、別にこの侵入には関係せずに、後ろに引いてスタートすると思うんですけど、この待機行動中は、ちょっと内側の選手に圧をかけるというか、ここでちょっとビュッと握って、前付け行くかもしれない風に見せかけて、だけどちょっとこの選手たちも焦るんで、ちょっと前に進むじゃないですか。で、ちょっと焦らせて、侵入をちょっとでも深くさせようとか、内側に圧をかける。これも本当は2停止でいいものを、4号艇がめっちゃキワキワにいた場合、結構みんな詰められますよね。外側の選手が詰めれば詰めるほど内側も詰められるんで、まあ、特にこの 4が侵入の鍵になってくると思うんですけど、僕は。4が内側に圧をかければかけるほど、まあ、ちょっと内側を早く向けてしまって、ちょっと深くなってしまう。で、こう3に対しても3角から行こうっていう感じで引くっていうことがありますよね。その3角に行かせないために、4がここでちょっと3の選手引こうとしてるかなっていうのを見てますね。これさっきも言ったように、もうこっち側に船を向けてしまったら、あとはもう侵入するしかないんで、もう左かまっすぐしか切れないんで。だからこの人がちょっとでもこっちスタート方向に向けないようにしてるなっていうのを4の人が察知して、ここでずっと引かせないように時計見て、時間ギリギリまで圧をかけてますね。本当に静かなる戦いが、ここの待機行動の中では行われています。バーッと喋ってしまって、うまく伝わったかわかんないんですけど、待機行動はまとめると、内側の選手から2停止以内で走行しないといけないっていうルールがあります。で、ここも2停止以内で向きを変えないといけないっていうルールがあります。で、コースを決めるときには、まあ、ここ3停止以内で内側からコースが決まってきます。で、船はまっすぐか左にしか進めない。だから、ちょっとでも、もうこっち、左に向いてしまったら、もうそっからは、そっちよりスタート方向にしかもう進めないんで、こっからもう一回右に切るっていうことはダメです。それは右点だっていう減点が取られます。で、150メートル見通し点を内側の選手が後で通過すると割り込みっていう違反を取られますよっていうことですね。で、ここからコースが決まってって、こっからは小回り防止部位を全員がこう回った時点でもう1分40秒から50秒始まってるんで、あとはその時計とのカウントダウンとの兼ね合いでスタートしていきますっていうのが待機行動、まあ、侵入のトータル含めた説明になります。こんな感じで大丈夫でしょうか。ちょっと伝わったか分かんないんで、また分かんなかったらコメントとかで質問してください。はい、これが助走を取るかコースを取るかの待機行動の1分45秒の冷戦っていうことになります。まあ一番いいのはインコースで助走を取ること。そんなことをさせたらもう内側がめちゃめちゃ有利になってしまうから、そのコースは取れるけど助走を取らせない、時間稼ぎをさせないためのルールが待機行動というもののルールになりますね。それが全てです。っていう感じで、自分が待機行動について思っていること、僕が学んできたことを皆さんにお伝えさせていただきました。最後まで今日見ていただいてありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ったらバッドボタン、そしてチャンネル登録、まだしてない方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。4月はちょっとたくさん動画上げれるように、僕もいろんな企画だったりとか、こういうような説明いろいろ考えていきますんで、皆さんも見たい動画あったらぜひコメントで教えてください。はい、ということで次の動画で会いましょう。バイバーイ。ありがとうございました。